こんにちは。ちょっと昼下がりになってテンションがだだ下がりです。勝彦です。はやとです。どうも、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はみやき町について話します。みやき町、はやと、みやき町のイメージはどういうイメージですか？みやき町はですね、はい、そうですね、ミスターワックスとか、はい、あとコメディ、コメディ、あ、コメディ知ってます。はい、あとあのあれマクドナルド、マック、はい、マック、マック、マック、はい、マック、あとはあの宮城町は、はい、自然が豊かで、はい、天候も悪くないし、はい、まあ住みやすいかなっていうのがありますね。住むならどこがいいですか？そのいいところってどこなんですか？いいところって結局のところ自分はもう、はい、あのもう決まってるんですけど、どこなんですか？いやもうちなみに宮城町じゃないっすよね。ダメじゃないかい。ダメじゃないかい。宮城町について話しましょう。宮城町はですね、ここ僕は宮城町はその健康寿命で100歳を目指してるんですよ。なんか健康診断も無料でしてくれるらしいんですよ。だけどいい町なんですよね。はいはいはい。健康についてどう思われますか？健康について一応果物とか、はい、食べてますけど、今年健康診断受けました？受けました。そうなんです。さあ、テーマは次は何でしょうか？チリク神社について。チリク神社は、チリク神社は、3月から4月にかけて、はい、開幕にかけて、ちょっと俺は、チリク神社はあまりも分かんないですね。チリク神社聞いたことはあるんですけど。で、次なんか宮城町でいいところ、岡山で行ったんですけど、あとおかゆが美味しくて、神社についてお願いすることって何ですか？神社は、はい、あの命がずっと、はい、宮城町長について、町長さんって誰ですか？末安勝之さんです。あ、勝之じゃない、末安信之町長ですね、私。末安さん、すごいですね。僕の同級生の お父さんなんですよね。ほー、素晴らしいですね。なんか、最近話題になったのが、その、はいはい、喫水園っていう老人ホーム、特別養護老人ホームなんですけど、はいはいはい、そこを作られた方なんですよね。俺もそこの研修に行ったことがあって、はい、結構大きなところだなぁと思って、はい、結構大きいですよ、やっぱり、ね、あのね、老人ホームが結構大きかったんですよ。あ、老人大きい、特別に、宮城町のお米です。お米、あ、そういえば、ちょっと下の方っていうのがあるんですか？お米屋さんがあるんですか？お米屋さんはお米屋さんだからよくちょっと名前忘れられる。お米屋のいいところはありますか？佐賀前です。佐賀前ですね。宮城町の自動販売機です。最近値上げしましたね。値上げっていうか高いですね。そうですね。昔は100円とかですね。自販機で買うことはなくなりましたね、ほとんどですね。自分はですね、たまにあるんですよ。本当ですか？頼まれて、はい、あ、うちの外のハヤトの宮城の外のハヤトなんか明るい方だなって、ハヤトさんの最初の印象でしたね。あ、自分ですか？はい、ハヤト、自分の外のハヤトですけど、はい、そう、明るいというと嬉しい。自分のいいところと悪いところって言うの？自分のいいところは、ガラスがやっぱちょっと気をつけなきゃいけないところと、長所は、やっぱ自分がもうちょっと頑張ればよかったなというところは、ちょっと自分でやっぱ反省するところはあります。なるほどですね。桃太郎に。そこですか？桃太郎さん、桃太郎さん、星についてた君だよ。
一つは教えてくださいな。はい。リンゴ太郎。何ですか、リンゴ太郎。リンゴ太郎って何ですか。じゃあお願いします。リンゴ太郎は、もともとリンゴを拾ったんじゃなくて、桃を拾おうとしたんやけど、持ったリンゴがリンゴだって、でもリンゴ太郎がそのリンゴを、ちょっとグダグダやな。梅太郎についてお願いします。梅太郎はもう梅太郎って言ったらもう梅を食べて歩く梅太郎で、いや意味がわからない。レモン太郎、ちょっとこのキャストおかしいですよね。レモン太郎とか梅太郎とか。リン太郎はどうですか。リン太郎、リン太郎っていうあのイグジットイグジットの、イグジット、いやーみたいな。今日はちょっとディスコに行って頑張ろうぜ。いやあのチャラチャラ系のリンタロウ。リンタロウはね、リンタロウって言ってたら流すしダメじゃない。いい天気、天気悪いですね。宮城町について今回、はい、はい、今回で結構、はい、残るんですよ、ね、はい、最初ショートケーキ、はい、チョコレートケーキ、はい、でモンブランって、やっぱ、はい、やっぱ秋ですよ。秋はモンブランですね。秋はモンブランです。はい、栗、はい、栗ご飯、はい、甘栗のモンブラン。らしくについて、らしくはですね、はい、まあ、いいところですよ。どんなところがですか。まあ、やっぱ落ち着いて、はい、作業ができるし、楽しくて。どんな作業されてあるんですか。らしくさんはですね、優しいですね。優しい仕事してますね。でも、気軽にやっぱちょっと寄ってもらいたいですね。そうですね。もっと気軽に寄ってもらいたいですね。僕のイメージとしてなんですけど、最初来た時、はい、屋敷さんの接触の人が、えらいお茶目な方だなと思って。確かに、それが印象的だったイメージがある。なんか、トーンみたいな感じですよね。その顔もう一回してください。トーンみたいな。ひなりさん言うし、いいですか、名前出して。いや、もうあの子は一回もう、ね、俺最初ヤンキーかと思いました。ヤンキーみたいな、なんかクリポーズみたいですよ。ヤンキーですね。あの髪型、ヤンキーだけでやん。ヤンキーだけで、秋ですね。ですね。いやー、木下ゆうさん、面白い方ですね。秋ですね。最近髪型変えたらしいんですよ。ねえ、自分も結構髪型変えたんですけどね。なんか栗みたいでしょ。栗、秋だけに。いやー、ちょっと天気は悪いから少しからね。さあ、次は何でしょうか。合宿の食事について。食事について、いや、食事はですね、はい、バランスよくですね、やっぱ。できてますね。例えば、はい。何が好きですか、合宿さんの食事。ポテトサラダ。ポテトサラダ。ポテトサラダとか、はい。やっぱ、なんていうんですかね。漬物はどうですか。漬物美味しいですね。郷土料理みたいな感じでできますよね。僕聞いたんですけど、和食の料理は健康にいいって。そうなんですよ、ね、変えたり。そう。自分もその、はい、居酒屋で働いてる時に、お客さん側としてじゃなく、はい、そのお勤め品みたいな感じでこうもらってるんですよね。そう、通してお勤め品でもらって、はい、すごく和食ってすごい体にいい。そこにやっぱお刺身が付くとやっぱちょっと気だね。いや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 みたいな。最近ハマってること。最近ハマってることはカラオケですね、僕はね。自分も歌いたいですね。って聞いてないですね。今度行きましょうか。自分なんか自転車に乗って。流されたかい。流されたんかい。カラオケ何歌いますか。カラオケはユーズとか、はい、ユーズさんとか、ドラゴンアッシュさんとか、そういう世代なんですね。そうですね。柴田にしてもさっき見てましたね、そうか。はやとさんがはやってはまってることは最近カラオケですか。
や、ハマってることは最近ハマってる。ハマってのはボーカロイドっていう曲ですけど。どんな感じの歌なんですか。じゃあ一曲お願いします。高くの展開をかけて私は正解だ、みたいな感じですね。そうなんですか。ご清聴ありがとうございます。じゃあ次のテーマは何ですか。じゃあ、それではそろそろお時間となったので、じゃあ、そろそろ終わります。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。